では、かげ日記、嘆きつつ一人塗るよの解説を行います。全3回中の今回は第1回目です。出典かげ日記は平安中期950年頃の成立です。源氏物語の約50年前。ということで、この作品は源氏物語に大きな影響を与えた作品として知られています。作者は藤原道綱の母、 ジャンルは当然日記になります。登場人物ですが、作者藤原道綱の母と夫金家。ほぼこの二人だけになります。その周辺の人間を確認しておきましょう。二人の間には道綱という息子がいます。そして金家には別の女性との間に道高、 道金、道長という有名な三兄弟がいます。別の話の中で、火山院の出家とか、大鏡の肝試しの話に登場する三兄弟です。道高の息子には、これ地下、そして後に中宮になる丁子、この間に高家などもいます。 道長とこれ地下といえば、大鏡の弓争い、南の院の強者で弓を争った二人になります。道長の娘は中宮昭子。帝子に仕えて家庭教師をしたのが清少納言で、昭子に仕えて家庭教師をしたのが紫式部でした。枕草子と源氏物語の作者が、 この二人の中宮に仕えたことを考えると、時代的に少し前であるということがお分かりいただけると思います。さらに、更科日記の作者、菅原の高末の娘は、おばとめいの関係になります。非常に文学的な女性の家系と言えるのかもしれません。では、本文に入っていきます。 さて、長月ばかりになりて、いでにたるほどに。9月は月の異名、長月と読みます。旧暦の9月です。ばかりは程度を表す副助詞ですので、語呂。いでにたるほどにの、にとたるはどちらも官僚の助動詞です。ここでは、夫金家が作者の家を出かけて行ったときに、 という意味になります。箱のあるを手間探りに開けてみれば、箱とは、このような筆記具、筆とか、あるいは紙、あるいは手紙などを入れる、不箱と呼ばれる箱のことです。こののは主格を表しますので、不箱があるのをとなります。 手間探りとは手慰みえ。特に目的もなく、ただなんとなく手探りに開けてみるとということになります。見ればの場は已然形プラス場ですので、順接確定条件。ここでは偶然条件。開けてみるとという意味になります。人のもとにやらんとしけるみあり。やるとは、 こちらから向こうへ送ることを意味します。反対語は起こすになります。無は意思。みこれは手紙を表します。ただし、他にも書物や漢詩漢文という意味もありますので、文脈によって意味を間違えないようにしましょう。ということで、人の元に送ろうとした手紙があった ということになります。では、この人とは誰かこれは、他の女を意味します。つまり、夫が別の女のところに送ろうとした手紙を見つけてしまったわけです。浅ましさに、見てケリーとダに知られん、と思いて書きつく。浅ましは、驚き呆きれる様を表す形容詞です。には、理由を表す角助詞ですので、 驚き呆きれたことからと訳をします。次が文法的に重要な部分ですので、しっかり押さえましょう。見てけりのてけりは完了プラス過去、つまり見てしまったという意味です。そして次のダニですが、ダニは類推と最小限の希望の二つがありますが、ここでは知られむの無が意思になっています。 ダニの文末に意志や希望を表す言葉が来たときは、最小限の希望をとり、せめてなんなんだけでもなんなんしよう。せめてなんなんだけでもなんなんしたい。という意味になります。ということで、ここでは最小限の希望の方を採用です。合わせて訳をしてみると、せめて見てしまったとだけでも知られよう。 と思って、歌をその手紙に書きつけたということになるわけです。さあ、その書きつけた歌がこの歌です。歌わし、他に渡せる文見れば、ここや途絶えにならんとすらん。 え、テストなどでもぜひ習慣にしてほしいと思いますが、わかりきっていても歌が出てきた場合は必ず読み手をチェックしてください。そして、この歌には掛け言葉が使われています。掛け言葉とは、同音であることを利用して一つの言葉に二重の意味を持たせる習字技法です。ダジャレのようなものと考えてもいいかもしれません。ここでは、疑わしいの疑わしに、 ブリッジの端。踏みに手紙の踏みと踏むの踏み。これがかけられています。そして、橋、渡す、踏む、途絶え、途絶える。これらはすべてつながりのある言葉です。このように一つの歌の中に、歌の意味とは関係のないえ、統一的なイメージを持つ言葉を並べること。 これを縁語と言います。ここでは、この歌全体に、橋のイメージが重ねられているわけです。では、歌の意味を考えてみると、疑わし、疑わしいことです。他のところに、つまり他の女性に渡した手紙を見てみると。渡しているですね。存続ですので、渡している手紙を見てみると。 ここや途絶えにならんとすらん。無は水量、ラムは現在水量ですので、疑わしいことです。他の女性にお渡しになる手紙を見てみると、ここ、つまりこちらへのおいでは途絶えることになるのだろうというのでしょうか。えちょっと文末、ままあのわりくどい表現になっていますが、こちらへの訪れはもう途絶えてしまうのでしょうかということを言っているわけです。 さあ、その手紙に書きつけた歌への反応は特に書かれていません。夫、金家は無視したのでしょうかその先を見ていきましょう。など思うほどに、無べの、神みなずきつごもり型に身を仕切りて見えぬ時あり。無べの音は思った通り。ここでは神みなきと読んでいますが、神んなきの読みの方が一般的だと思います。 つごもり、これは月ごもり、月がこもるという意味ですから、月末や月の下旬を意味します。先ほどの歌のようなことを思っていると、やっぱり思った通り、神奈月の月末頃に、見をしきりて見えぬ時あり、しきるは度重なる、繰り返して起こるという意味ですから、 三夜続けて夫が姿を見せない時があったという意味になります。さあ、古典、えー、古文を読み慣れている人であれば、三夜続けてというこの表現でピンとくるのではないでしょうか。三夜続けて女性のところに通うと、単なる遊びの恋愛ではなくて、正式な結婚を意味します。ここでは、 作者以外のところに3夜続けて通っていることが予想されますので、夫が他の女との間に正式な婚姻が成立してしまったことを暗示しているわけです。さあ、作者にとっては非常にショックな事態だったと思います。ところが、連れのお手と続きます。連れなしというのは平然としている、冷淡であるという人間の態度を表す言葉です。 ここでは、誰の誰に対する態度が釣れないのかというと、夫カネイエの妻、作者に対する態度が、なんと平然としているということを言っているわけですえ。別の女性と結婚したのであれば、ちょっと後ろめたい様子が見られたり、罪悪感を感じてたりしててもいいはずなのですが、カネイエは平然とした様子で言うわけです。しばし試みるほどに、つまり、 しばらくあなたを試しているうちに三夜が経ってしまいました。などと思わせぶりなことを言っています。何を試していたのだろうと思う人いるかもしれませんが、ここではあなたの私への愛情を試していたのだと言っているわけです。さあ、ここまでの流れを押さえておきましょう。旧暦の9月頃、作者は 夫から別の女へ送ろうとしている手紙を見つけてしまいます。自分が見たということだけでも伝えようということで、その歌に疑わしの歌を書きつけました。ただし、このことに対するリアクションは書かれていません。夫は無視したのでしょうか。それからしばらくして、神奈月の末頃。 金家が三夜続けて訪れないということがありました。頭の良い作者はピンとくるわけですね。えー、別の女と結婚したのではないかということを予想するわけです。けれども、金家は正直にそれは言わずに、あなたの私への愛情を試していたんですよと平然とした態度をとっています。金家という男は、 エリートの家系ということもあり天性のプレイボーイといったところがあるのかもしれませんそれでは第2回に続きます